近親者は、岐阜県岐阜市にある神社である、国志財在社で、旧建者、鎮座地は、岐阜市の中心部に位置し、古くから、金運、財運に利益があるとされる。また、付属施設である、金海館は、地域の交流の場として利用されている。祭神は、近大人を主催神に、天之子姫命、四葉屋を命、五十桂敷入彦命、木橋姫命の夜柱を祀るが、 一説に、帝のし姫命のを、近代人と称すとも、帝のし姫命の以下よ柱の総称が、近代人であるとも言う。帝のし姫命のは、慶光天皇の第六王女で五十刑時期入彦命の日、し早生命は両命の愛のことされる。なお、竹南方人の子、出羽屋押す命の四世孫に、海地足男命がおり、その別名を子足男命というが、 全くの別人である。祭人の五十慶敵入彦命は稲葉神社の祭人で、し早や命は京森神社の祭人であるなど、両神社と深く関係し、稲葉神社の縁起によれば、五十慶敵入彦命は、朝廷の命により、欧州を平定したが、その成功を妬んだ、陸津守豊駅の残言により、朝敵とされて、美濃の地で撃たれたため、火である。 帝主姫命がその地を訪れ、五十景時期入彦命を慰霊しつつ、生涯を終え、その間、資材を投じて、町の発展に寄与したことから、後に財をもたらす神として祀られるようになったといい、そこから、近代人と呼ばれて信仰されるようになったと伝える。また、神社としての設備は、聖武天皇五年、朝廷より、 国の宮津子としてこの地に派遣された、物のべしんが夫よ命が国府をこの地に定め、近代人を厚く数形して創建されたと伝えられる。上岸十一年に、正六以上から十五一下に少女され、国内新名庁の、美の国内新名記厚見群十八社中に、肖像異近代人と見える。江戸時代初期の現那三年、加納藩主、奥平信政の着死誕生に再利、その、 うぶすながみとして尊数されて、社殿の造体がされて、以降、半世時代を通じて、松平氏や長井市などの歴代加納藩主の数計を受け、天明7年には、女子四端部が寄進されている。明治初年よりは上加納村の総鎮守とされ、昭和3年に県社に昇格した。1987年に高さ8メートル、幅8メートルの特殊構成の鳥居が建設されたが、 サビが目立ち始めたため、2015年の塗り替え工事で、当初の焦げ茶色から、金色の鳥居に塗り替えられた。岐阜祭りは、当神社と稲葉、京森両神社をはじめとする市内多くの神社の、霊祭である。金の鳥居な那年相対の社殿が、明治24年の農美地震で消失したために、同38年に再建され、さらに、昭和20年7月9日の岐阜空襲で再度、 消失したため、同33年に再建された。現在の社殿は、昭和63年の再建である。史指定文化財2016年、岐阜市のちづくり団体人との会により企画された、観光ツアーにおいて、近霊を用いた、ご主印を授与した。この際に好評であったため、2017年より、政府により推進されている、プレミアムフライデーに上じ 毎月最終金曜日にプレミアム金礼として金礼を用いた五朱印、金の五朱印を授与している。金の五朱印企画は好評を博し参拝者が急増。市内外の他の神社仏閣にも同会のノウハウを基軸として波及した。2019年7月現在、近親者のほかに玉成印、岐阜信長神社、岩戸、工房弘志盆寺、稲葉神社、訪れら。 岐阜城、天竜寺でも、同様に、御主印が授与されており、同月は八箇所5 0五千枚が授与された。2019年8月より、森国幸寺、関吉光寺においても、2019年11月より、九条八万城、鬼岩公園においても、同様の経緯で、授与されている。ありがとうございます。